どうも、ピオキングです。今日はトロコースやっていきます。You just got トロールレベルのクロスピー。ちょうど来たトロールコースということですかね。でさ、多分初めて見るんだけど、こんなマリオいるんだね。いや、ちょっと待って。なんなんその扉の開け方。どういう感情でドア開けてんのそれ。今までそんなドアの開け方するやつ見たことねえって。今度やってみようかな。どうも。めちゃめちゃ気もがられるやろうね。でもちょっとチョッパーみたいなところが可愛いんだよなこれ。でこのコースはツイッターでやってみてくださいっていうメッセージが来たんですけど、どうやらバックコースみたいですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.65%。 そういや、そろそろあったかくなってきたから、またパンイチで実況するんですかっていうメッセージが来るんですよ。そんなどうでもいいじゃんか。それを知ってどうすんだよ。開幕梅干し。開幕梅干しじゃないのよ。しょっぱなバグなんて持ってくんなって。こんなところにバレがワープしてくるなんてさ。はい、どうもこんにちは。今日もバグに散らかしてる予感がプンプンするね。じゃあこのカキボンは上に投げてオンオフをしろっていう感じかな。まあ先に行っても何も変わんないよな。さあカキボン行ってくれ。ちょっとここつたが絶対そのカキボンいるやつだろ。この上は何もないか。なら隠しブロックを叩いて砲台をなくす。そしてこのカキボンを上に投げるっていう感じなんじゃないかな。でもう一回カキボン持って俺が投げたカキボンどこやった。これはうまいわ。まさかすり替えられるなんて思わないよな。で、あのペラペラ叩いていいと思う。そのままドアに入れるもんは入った方がいいと思うんだけど、まあいいか、始めたばっかだし一旦叩いてみようか。うらうらハローじゃねえんだよお前。今聞こえた。ここにフラワーが出てきた瞬間、ハロー！笑っちゃった。なめやがって。こういう音遊びを仕掛けと連動して笑いに変えてくれる制作者さん、マジですごいなと思います。さあ今度はファイヤーフラワーを持ってこれました。でこれ一個ずつとかそうか、連続で出したらまずい予感しかしないんだよね。連続で出したらノコノコを倒してたんじゃない。で左は、左は壊れることはない。ならこのカロンの甲羅を手に入れろということですね。重なってるかもしんないもんな。スピンで取ってみようか。あ、普通に取れたね。さからおっよしよし、幸先良すぎ。そしてここもダッシュボタン押さない。あれどうしたの制作者さん、普通に取っちゃって鍵ドア入るよ。おかえり。このカロンは投げたら跳ね返ってくるから一旦避けてみようか。これで大丈夫なんじゃない。でカロンのゴール入っちまったけど、いいカロンのゴール入ったらダメですとかそんなこともあるかもしんねえと思ったら、これは入ってみようか。でこの砲台は上に行ってみようか。ピーヨンがなくなってからドアに入ってってみようか。そしたらなんか変わるかもしんないもんな。特に何も変わってない。ならここはジャンプすればよかっただけだよな。で投げてボム兵を爆破させる。でこっから先どうしようか。右ボム兵いるよな。このボム兵どうやって持つんだろう。え、無理じゃん。上のスターもダメだよね絶対。スピンしてみようか。魚この世の断りを全て明かした僕はもう無敵さ。さあマリオ全てを破壊しろ。エクスプロージョン。この世の断りを全て明かした僕に怖いもんなんてないさ。カイエクスプロージョン。さあ中間ポイントはない。あろう10個位が取れないとでも思ってるのかい。ショージャブするは簡単なんだよ。急に低重力だった。いけばだ。みんなあの中間ポイントを何回以内で取れるか賭けをしようぜ。僕は3回以内だと思うね。このドクロリフトのところで1回、そして黄色いブロックのところで1回、で次中間ポイントみたいな。でもそんなまね全てかわしてみせるけどな。え、これ無理じゃない。ドクロリフト上に上がってくるんでしょ。じゃあ左に避けてみようか。でこの後どうするんだっていう話だよな。あ、道になってくれるんだ。ありがとうね。なんて言うとでも思ってんのか。お前にはもうワンキルされてんだよ。で問題はここよ。左はコイン。うわごめん絶対取れねえって。見よわっしゃっ。え、真ん中は、あ、真ん中は何もないのか。ってことは罠はなかったんだねここ。でもさ右にさブロックあったよな。あっちゃー。このね右のブロックがあるからこっちは中間ポイント戻しあるんじゃねえのって言いたかったんですよ。じゃあここは左を引っ張る。大丈夫で下は行っても特に何もないか。上の土管も入れはしない。で上のフラワーのところ行っても針があるだけだよな。上、うわすげえ気になる。あっち見えねえもんな。先に進めるルートがありますみたいな。行ってみようか。
まあこんな感じだろうと思ったよ。え、なんだこのシンプルなやつ、ちょっとめんどくさいな。これ左いっけいっけいっよし。でここはこれね、最長ジャンプがこの高さなんだよね。だからこっからダッシュして左みたいな、もうすげえ地面。でも知りたい救命陣を投げるな。うわ、ここで見えてるじゃん、左上行き止まりっていうのがさ、さっき見ておけばよかったな。じゃあドアに入っていきますよっと。で次はドクロリフト、パウ、亀の甲羅にパパ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 って、もうねブラックパックっていうのがめんどくさいのよ。もうパラパパパでよくない。じゃあこれで倒します。あー、ドアに戻された。こっちはやっぱりそういうことだよね。でも何回も苦戦すると思うな、死に耐久に一発で全て行ってみせるさ。つまんねえ、フラグ回収すんだ。甲羅を投げた瞬間に上ボタンを離す、そうすると先に進めるということですね。でこのボム兵を踏んで右に逃げる以外にないよな。で左に行ける、うわー一人で飛んでろ。このカキモンはめっちゃ面白い登場の仕方だったね。なんで都合よくこの一マスのところに来るんだろうな。あ、これで右下に行けるっていう感じか。っていうかこのカキモン泳いでない。なんか水の音がポチャポチャポチャって聞こえるんだけど、あいつどこ泳いでんだよ。じゃあ上に上に上に行かせてよ。なんなのよさっきから、クッパを雑に扱うな。ここでジャンプしたらボム兵に当たっちゃうでしょ。いやそれはいいんだよな。でもう一回ジャンプしたら隠しブロックが出てくる。あ、鉄球も出てきてくれんのか。で上に行ける、これ石英樹お前はこっち来ないのかい。大丈夫だね。でここ分かってる分かってる、床落ちるんだろ、だからジャンプしなくちゃいけない、そのくらい分かってんだよ。どっちでトロールコースやってると思ってんだ。サッカーじゃおい、みんなやべえぞ、パスが破れた今のなあなんかビリっていう音が聞こえたなって思ったらさ、パンツが破れました俺のパンツ返せ。僕ですね、半年ぐらい前にもう実況中にパンツが破れたんですよ。もう半年に1回ぐらいのペースでマジでパンツやられてるからね。へいじゃねえんだよ、パンツ代出せよ。でみんな勘違いしないでほしいのが、下着のパンツじゃないんですよ、パジャマのパンツの方なんですよ。でその股の部分がパックリいっちゃってるわけなんですけど、以前はね股の部分に補強がされてなかったやつなんだよね。で今回は補強がされてるのにもかかわらずパックリいっちゃってる、どういうことガチガチに補強されてんだよ、どか入れねえじゃねえか、もう扉入ってくれよなあ。絶対手届いちゃうやんか、さっきのサムネイルみたいにさ、どうもみたいな感じで扉入ってくれよ。これ横から当たれてか、地味に難しい尻耐久なんでねえの。簡単、じゃあ一旦当たらなきゃいけない、当たってここでパウは発動で、このドアに入っていけばいいのか。さあさあ中間ポイント2は、ロールボール何が起きた。ワープ系バグはずるいと思います、絶対に分かんないと思います。早いな、あの球もう一回早いと今度遅っさっきめちゃめちゃ早かったのに。でこれは何て書いてる、ロール、分かんねえな。まあいいか、先進んでってみよう。ここで中間ポイント2、え、ある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 、これは叩いちゃっていい？鉄球 P、 いや取れないよな。まあこの土管に入っていくしかない。うわ、あの中間ポイント取れないの、どうかして取れると思うんだよね。こいつは何もない。じゃあ奥を叩きます。なに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 、よし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 、なんかスムーズだね。でここで ZC の、あ、これさ、もしかして中間ポイント2がないパターンのやつか。さっきのヒントでもしかしたらどっかに、あー、やっぱり P 風船あるよな。でこの P 風船を取ってたら中間2が取れるっていう感じなんじゃない。まあ、中間2ないとはないとは思いましたないとはないとは思いましたってなんだ、ないことはないと思いましたって言いたかったんですよ。さあこれで取れる、取らしてくれるよな、頼む中間2。あ、ちょっとちょっと、いやいや大丈夫大丈夫、え、これマット状態で行っちゃっていいの。まあ多分どうせチビにならなくちゃいけないんだろうな、この辺で。あ、やっぱそうだよな、ここでチビになりーの。さっきのさ、あのテレさんのところがマジで分かんない、でここも分かんない、とりあえず左を失敗してれば大丈夫っていう感じでしょ。よしよし、でフラワー取るでしょ、で、え、あのブロックどうやって壊すの。え、 Z していくでしょ、 Z ダメ、あ、いいじゃん、ダメじゃん。まあまあでも中間ポイント2からですよ、中間、あれ、これ中間ポイント1じゃね。え、中間2にとって中間1に返されたみたいな感じ。も
もうわけわからんで。これは中間位置戻したと見せかけて中間に、そういうこと、そういうことでいいのかな。ここは低重力じゃない。そして左に進む。この土管は入れるじゃねえか。土管の先に進む。何もないことはない。進めちゃったね。ここはね、パンを投げると思いきや僕は右で投げるよ。この場所でギリギリ投げれば大丈夫だった。今の場面は何も引っかからなかった。ゴールが見えた。さあよしこ、行こうじゃないか。スピンジャンプだ。よし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 、いい子だ。で、Bを押してだ。土管に入る。よしこ。じゃあよ、このまま左に行けばどうなってたっていう話だよな。特になんもないんかい。なんか中間にからちょっと簡単になってきてやしないですかね。じゃあここはよしこを捨てていく。待て待て、よしこ追いかけてくんなって。悪気はなかったんだって。で、ブンブンが、ブンブンなんかいるんじゃないの。やっぱりお前、帰る帰る、今すぐ帰る。このブンブンをジャンプしてかわそうか。上は、上は隠しブロックがあるだけ。3つともあるかな。3つともあるね。じゃあこの右、うわ、足場が見えねえのが一番困るんだよな。スピンで行こうか。スピンで行けば大丈夫。ファイヤーなんてない。ファイヤーを持ってこいってか。この扉に入ってファイヤーあんの。何もねえじゃねえか。ここサムネの場所だろ絶対に。どうもっていう場所なんか。さあ行こうか。どうも。あっ、あっ、いけー。オーイエーイ、兄さん呼んだかい。今度は僕が攻略してみせるさ。そろそろゴールがあると僕は見てるんだ。兄さんは気長に待っててよ。さあここはまたフラワーがあるな。フラワーの裏なんか隠れてる。何も隠れてない。これはスピンでよかった。ちょ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 、おいや、下に行けよ。この出来損ないの弟が。出来損ないの弟を持つと兄貴は大変なんだ。エース俺は、俺は、俺はなんだよ。え、これゴールなんじゃない。え、どっとだだだだだ、よっしゃ。いや、このアボツーさんが作るコースはやっぱりめちゃめちゃ面白いね。バグと低重力をうまく使ったドロールコースでしたね。本当に楽しめました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ、一発マリオナンバー229。説明文は難易度星4っていうぐらいしかない。サムネを見ても何も載ってない。これさ、どんなコースなんだろうね。一発マリオっていうのはわかんのよ、タイトルからして。でもさ、マジで何もないから読めんのよ。ゴール条件があるっていうのはわかるんだけど、そのゴール条件がヒントになってるから。まあいいか、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.18%。 しかもさ、クリア率はめちゃめちゃ低いよね。マジで謎なんだけど、一回地面から離れたら着地しないでゴール。もっと謎なんだけど。どうすりゃいいのこれ。一回地面、ちょ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 、まだかー。いや、なんかあるじゃんここ床。これわけわからんて。一回も着地せずにたまに乗っていけっていう感じだろうね。でも、うん、見えない見えない見えない、どこにいんのよ。クリア率がめちゃめちゃ低い意味がわかったわ。たまに乗るだけだったらそんなに難しいのよ。これさ、オートスクロールじゃん。だからマリオのいる位置がマジで把握しにくいんだよね。3個目の玉はいい。で、4つ目、5個目、次。いや、ぶっつちゃんと踏む場所覚えようか。1、2で3まではいいんだよな。で、次1に戻って2からの次は大開脚。あの5個目の玉さえ乗れればそんなに難しくないんでねえの。3、4、5、次6きた。で、こっからどうすりゃいいのよ。いいよいいよ、全然いい。少しずつだけどゴールが近づいてきてるね。さあ、で、ここで右押しパーからの、こっからの5分、ここか。で、で、ベンジャロース。最後あんなにブラバーがいたらさ、どうやってゴールすんの。ガチガチすぎないか。まあいいか、よく見ておこう。で、オレンジ、黒、で、黒、で、次も黒だったよな。黒、黒、ここか。あと少しだ、あと少し高ければゴールができた。ということは最後のジャンプのところで勢いをちょっとつければゴールできたんだ。でやろう、いけー、よっしゃ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 。いや、これね、ゴールした時マジで意味わかんない規制発するぐらいめちゃめちゃ難しいんだよ。もうやりたくないですね、これ。めちゃめちゃ鬼畜だったけど、ナイスアイディアの一発マリオありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。